そういえば思い出した。この前あんたのために素材を取りに行ったじゃない。で、あの時あんたは借りは返すって言ってたわよね。何で返してくれるつもりなの？衣装？アクセサリーとか？え？何も考えてない？ちょっとどういうこと？何も用意してくれてないの？忘れてたの？もう何よそれ。あんたからのプレゼント楽しみにしてた私がバカみたいじゃない。借りを返すこととプレゼントを用意することはそもそも別？それはそうだけど、別のもの？プレゼントじゃなくて別のお返しってこと？このベッド私がずっと使い続けられる権利、それをこの間のお返しに？嫌じゃないわよ。それでいいわよ。それで貸し借りチャラ。うん、ここで寝ると落ち着くしね。寝心地がいいっていうか、別にあんたの隣だからとかそういうわけじゃないけどね。もうそんなに笑ってるとまたベッドから蹴り落とすわよ。